で、最初はね、うん。飛行機で行こうとしたわけ。ところが、成田行きが廃止というか、今はコロナで、また？そう、で、なくなっちゃってて、で、各社全部やめてると。羽田行きしかないと。ええーと思って。で、なんで俺離れたかっていうと、格安空港で大分行くには、成田からしか出てないんですよ、調べると。で、羽田行きだと普通の JAL とか ANA になっちゃって、全然高いわけ。で、なんだよ、しかも、ね、だからそれがちょっとめんどくさいなと思ったし。55からのハッピーライフ。で、じゃあ、新幹線とかで行こうかなと思ったけど、新幹線もほら、向こう今ほら、日本海側が大雪とかさ、ああいうのがあって、いつ、また新幹線だけじゃないから、いろんなとこ行くんで、新幹線でどこどこまで行って、そこからまた汽車でどうのこうのと、で、バス乗ってとか、そのめんどくせえなと思ったし、いつ止まるかわからんし、だから、ちょっと待てよと思って、で、考えたところ、もうだったらもうね、車でね、もうこの車ももう、たら最後ね、まだ全然走ってない。年数は経ってんだけど、あんまり距離は走ってないから。もうじゃあ、ちょっ車と、で行こうと思って、今日もあれだね、アメリカナイズされてきたね。もうね。絶対ありえないって言ってたのがさ、もう車で行くみたいな、だからもう。それを一挙に行こうとすると疲れるんで、ちょっとゆっくりといろいろ見ながら、どうせ行くんだったら西日本ぐるっとね、回るコーいスや、いろいすろごい計画だよね。考えて、あ、ぐそっかと。るっともう日本の東京からした一周じゃん。まあ、伊勢神宮とかさ、行ってみたい。みんなが、ね、一度は行くべきだっていうしさ、日本人なら一度は行った方がいいっていうさ。で、やっぱあそこにみんなにこれは聞くと、どこがすごいのっていうと、みんな口を揃えてさ、行けばわかるっていうね。どういうことだろうと。だからそう、だから口で説明できない何かがある。だから、じゃあ、まあ行ってみよう。まあ、その前に、政治、いろいろ調べていくと、いろいろ出てきて、その前に静岡に徳川家康の眠ってる日光東照宮って言われてるけど、いろいろ調べると、魂がいるのは日光東照宮って言われてるんだけど、遺体があるのは静岡なんです。日本を初めに、一番初めにね、統一したという、平和にした人でしょ。戦をなくした人でしょ。徳川家康って。まあ、そういう人のところちょっと寄って、そこまでは下道で、それは富士山のふもとにある、あ、そこじゃ、それはもうちょっと浅っか。で、下道でブーって行って、まあ、富士山とか見ながら行って、そこからかな、そこから高速に乗って、三重まで行って、三重県の伊勢神宮寄って、で、四国に行って、四国の徳島に、彰晃と、君知ってるかな、木本って。覚えてないけど、いたよ。小学校のアルバム。小学一緒にいた校じゃん。の時と、中学は違うよ。中学はやつは薬師行ってるんで。あ、じゃあ他の人は知ってんだ。行ってるんじゃないの？じゃあ聞いてみよう。高校で一緒になったのよ。ねえ、縁があるんだね。そいつが、ギターショップ、要するに音楽屋さんやってるわけよ。もともとギターや、高校の時からやってたから。で、音楽、まあ、ギターショップみたいなや、四国、徳島でやってるわけ。結構有名なんだって、有名人とかもよく来るんだって。そっから、そのまま大分に渡って、大分といえば別府温泉がすぐ近くにあるんで、別府温泉っていうのはもう世界一の、まあ、世界遺産にも確か登録されてたと思うんだけど、だからそこは私行ったことあると思うよ。阿蘇に近いとこでしょ？る間に今修行もしつつ、パンを習いつつ、これはできたらだけど、できたら鹿児島にマリちゃんがいるんだよな。ああ、まひちゃん。連絡した？してないけど、だからその時に連絡してみて、もし会えるようだったら会ってみようかなと思って。ねえ、じゃあもう小学校の時のあれじゃん、同級生ね。もうだから一言一緒でもあるじゃんなんて。すっごい久しぶり。それこそマリちゃんはあれよ、小学校卒業して以来じゃん。じゃあ早く連絡してみたら？都合が合わない人は、だからいいのよ。だからどうしても会いたいとかってんじゃない人って、だから、俺はそういうので、強制しないの。すごい会いたい、どうしても会いたいっていう人じゃない限り。その時に連絡して会えないんだったらば、それは縁がないの。会う必要がないの。だってそれはそれでいいじゃん。だから、いろいろ思い出したから、まあそういうふうにしのもありかなと思って。で、帰りに、博多に、まあ元シーナ&ロケッツ、この間、ね、鮎川誠死んじゃったけどさ、椎名さんも死んじゃったよね。何年か前に、3年ぐらい前に死んじゃったし、一番最初のシーナ&ロケッツの
一番最初の時のギタリストをやってた人が、俺の友人で今、博多にいるから、まあその人に、チラッパって飯でも食ったかなと。その後そのまま、島根に向かい、島根はお袋の実家なんで、うん、袋側の、まあ、岸本っていうんだけど、岸本家の先祖の墓が、超山ん中にあるわけですよ。島根の中でも超山ん中。で、そこに、まあ行って、まあ、あと、お袋のいとこのおじさんがいるのよ。まあ、その人にいろいろ世話になったから、まあ一応、その人ももう年で、もう90多分過ぎてるから、そろそろ、ね、あれだから、その人に会って、ご挨拶して、で、それを、また近くに、袋の田舎じゃないけど、ちょっと一番近い町に出たところに、お袋の美容師だったから、美容師の先生の娘っていうのがいて、最初住み込みでやってたわけよ。そこで、お袋。かよちゃんって言うんだけど、ちっちゃい頃よく遊んでもらったのね。で、その人に、まあ、ちょっと会って、それから出雲大社でしょ、島根と言ったら。まあ、日本第二の大きい、伊勢神宮に次ぐ伊勢、出雲大社は俺も前に一回だけ行ったことがあるんだけど、まあそこ行って、そこはもう縁結びの日本一の神様のところ、まあ、夫婦円満を願ってきて、ね。で、出雲大社ってのは、10月のこと、神無月っていうでしょ。ああ、そう。うん。神がいなくなる月。あれはみんな出雲大社に集まるのね。神が10月に、だから神がいなくなる、どこに集まるの？どっかに行っちゃうの？出雲大社にみんな集まる。その後に、島根から今度は京都に行って。京都におばさんがやっぱり、お袋の妹の一番下の妹のおばさんがいて、やっぱ、おばさんももう、いくつだ ?80、80半ばぐらいだし、多分最後になるだろうから、一応会っておいて。うちのお母さん、京都のノートルダム女学院に行ったから、記念に行ってきて。そしたら、ジョーの旅シリーズのもう第1弾になるから。じゃあ楽しみだね。でもくれぐれも安全には気をつけて、眠くなったらすぐ泊まって寝てくださいね。どのぐらいいるかっていうのも分かんないんで、うん、まあ向こうの都合もあるだろうからさ、うん、ね、普通のお仕事してる日だもんね。でも普通にやってるからさ、それに起きなきゃ、朝3時とか起きなきゃいけないから、朝3時に起きて仕込みやってるって言ってたから、すごいね。を毎日会話やってるわけですよ。まあとりあえず一緒にやってみようかなとか、移動車ってどんなんなんだ、それも見てみたいわけよ。移動販売で売ってる車、あいつ作ってなんか何台か作っていろいろ人にやらしてるんだけど、だその車ってどんな感じなのかとかね、